目かゆい、目かゆい。当たってって感じになると思う。 D のディミニッシュ。 D ディミニッシュ。 D ディミ。で怖いな。なんかちょっと変わっとってもいいかなと思う。あの武道館でもやったから。これが終わる直前ぐらいで、はるかまみかがほんまに開放でいいからザーンって弾いて、その瞬間に照明がバッて赤に変わるとか。バンドになりましたね、やっとね。って感じですよ、ここまで来て。意味のある一日だと思うし、まあ、夢の場所っていうのがあるので、なんかちょっとこう重たくねなりがちなんですけど、だからあんまりそういうことを意識したくないんですよね。まあもちろんそういう思いでみんな来てくれるとは思うし、自分たちもまあ、そういう感謝の意味を込めてやるわけなんですけど、なんかだからこそこうなんて言うんだろうな、そこにこう染まりすぎるともうそこまででしかなくなってしまうような気がするので、まあ今後につながっていくためにも、まあ、あえてここは通過点なんだよっていう気持ちで臨みたいなと思います。シャリさんやろ。シャリさん、それか Believe スペシャルスキリーか、君は泥にふぅふぅワンピースちょっと後回しした方がいいね。じゃあシャリさんかな。シャリさんやってみよう。ついてるっていうかね、まだね多分時間は空いてないですね、うん、まだまだな、まだ何もしてへんからな。しだしたらやばいんやろな、ね、ワンピース昨日練習したった時ちょっとやばかったな。大阪城ホールの曲やから。大阪城ホールでライブするときに、オープニングが本当に今回の演出のイメージだったんですよ。昔からセットとかは分かんなかったけど、幕があって最初はみんなと目が合わない状態でライブが始まるっていうイメージがすっごいあって、でその幕が降りた瞬間の歌ですね、ワンピースは。なんか本当にそのライブ、しかも大阪城ホールでっていうのしか考えずに作ったから、本当にその景色を自分たちで作れたらなと思います。6年前の城ホールのすぐ近くの公園でやってた時とかは
本当にお客さんいなくてゼロにやったし、なんかその後自分たちがやっとバンドって何なのかって分かってきて好きになって、やればやるほどどっかで否定されてるんじゃないかなとかなんかすごいコンプレックスがあったから、その自分たちは自分あの楽器が好きでバンドがやりたくて やり始めた4人じゃないっていうことに、一通り当たれてちょっとだけ安心しました今日はすごく友が良かったと思います。イエーイ、ありがとう。今日みんな良かったけど、やっぱ友がダントツやったな良かったなと、圧巻のパフォーマンスやな、良かったな、お疲れありがとうございます。ありがとう。ありがとう。今日から大きいスタジオです。おはよう。なドラマ新しくなったの。本当だ。可愛くない？超可愛い。ね。いいじゃんこれの方が。ね。今っぽいよ、こっちの方が。本当に。いい感じ。真っ白にしました今回。この白にパール入れてんのは世界で一人らしい。一回剥がさないと。剥がしてです。え？本番はね、緊張するからこういうのを見て癒されないとね、ダメなの。和まされるならな。和むか、それ。こっちはスルーでこれが。緊張するね。どうかな？リハ中は。じゃあそれで一回まずリハーサルやって、で直すところ直して、で時間の余裕があるんだったらロックで録音させてもらって、一回全部終わったところで恋の始まりをちょっと、ああそうですね、うざいろ本当だよ、何言ってんのあと6日しかないんだぞ逆に逆に言うけどできると思う大丈夫だ、いつもできるじゃあ俺は割とリナには厳しく今日私が日に恋したこと、ボーカル&ギター&振り付け、そうそう完全にそうこれ踊ろっかってなったら、じゃあ明日までに振りをお願いしますっていう、みんな春に誰もまだ気づいてない、君が意外とスマートなこと、誰もまだ気づいてない、何やろ最初は来てんのにこうなんねんなんでだマジでなんで、何どうやって、1、2、3、4ダウンダウンダウン、ほらなんでできるやろすぐ2,3,4 できちゃうでしょ、最初できる、最初できるこれ歌えなくなったあ、そういうことね、そう、俺のこうなんだなんでそっちの方が忙しいだから、いいと誰もってなる、Thank you.
いるからねみんな。絶対中んとこうと思ってるけどね。この間まではなんだっけ、板チョコとか。多分なくと思う。最初からどうしよう。泣いてもどうしよう。なんか情報ルが決まってからなんかずっと情報ルが夢やって言っとったからなんか別にね。なんかそんな気はなかったけどいつの間にか情報ルがゴールみたいな感じにねなってたんですよ。いやゴールなんか気分的にね。でもなんかいざ決まっていろいろなんか進んでいくうちにねなんか全然ゴールじゃないなって思ったから続けたいからね。どうですか続けてブロックでやってる。今あんまり何も考えたくないですちょっとごっちゃごちゃ頭ごっちゃごちゃ全然ね違うことばっか考えてるんだよね。やりながら次いやなんかさっきのこととかついさっきのこととか次のこととか泣きたくない。いや泣きたくはないでしょ何にせよ泣きたくはないですよ別に。なんかあったもう両方今日は取っちゃう。泣くほどのことではないんです。別に両方取っちゃっていいかもね。正直な話ねすごいことだけどね。ワクワク感驚くほど緊張してないねんけど武道館の時もほんまに体調悪くなるぐらい緊張したのに。あ、着いた。
ありがとうございます。どうあそこに立つ、へえ、分からん。すげえな。やばい、これは想像以上ですね。おっきい。音は違うんだよ。マミよりもうちょっとウィングに行った方に音玉があります。あとトモよりもうちょっと下手に行ったところにウィング、破れに返すか全部。鼓膜破れる。すげえ。もうね、何もしないのに楽しいの。これがちょっと異常な状態やな。頑張ろう。マジもう始まる感じが全然してない。まだあと1時間ぐらいで始まるけど。でも会場してんの？いや、これがな、会場してるのか最終確認なのかが分からん。席に着いたってことはこれは入ってる。解除しましたって言った。あー、マリコさん、ちっちゃいコールやん。ここ信じられん、信じられん。これどうする、全然別の会場だったら。ありえるよね、ここまで来たら、うん、どっかから中継。そう、開いたら誰もいない。ありえる。今までのドッキリを数えると横浜アリーナとかかもしれない。すごいな。感動してください。覚えてなかったって言わないように。感動し、もう感動するけど絶対楽しいよな。絶対楽しいです。え、もう泣くんだわ。いやいや、よし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 、できるできる。大丈夫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 。よかった、バンドで。あれ、え、外れた。怖い季節が私を輝かせてるな、輝かせてるな。おい、夢に見た次。うそやろ、びっくりした。
何やだろはい、スキャンダル大阪城ホール大成功。一人ちょっと映せない人がいるんですけど事務所 NG 入っちゃうまだまだだなっていうのを感じさせられる大阪城ホールでした。これからが楽しみです。ここでは満足できませんでした続けることも一個の夢やなと思ったし、そうですね、これから今まで生きてきた人生よりバンド人生の方が長くなったら、それは素敵なことやなと思いますね。